名称ハリオを出走させる岡田厩舎の大橋義にお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずは中間の様子から教えてください。はい、カジア記念を使うことが決まってから約まあ1ヶ月ぐらい前に、リストの方に入球しまして、その後はまあ順調に調教を詰めて馬をいい感じに仕上がってきています。動きの方はいかがですか？そうですね。左回りが苦手と言われてましたし、まあ、前走のフェデリックステークスもそうでしたけど、時のように、日曜日に左回りのシュートコースで負荷をかけるっていう調整を、積んでいます。で、調教の感じでは左回りは特に問題ないですし、はい、順調にいっています。中身、息遣い、仕上がり、などはいかがですか？本数もこなしてますし、コースで眺めもしっかり、先週末も終えましたし、息遣い等もすごい良くなってますんで、動ける体制には、なっていると思います。前回のフェブラリーエースですけれども、出遅れて、最後はものすごくいい足使って、突っ込んできました。レース振り返っていただけますか？そうですね。やっぱり出遅れっていうのはすごく、大きいロスだったと思いますし、で、まあ、1600メートルという流れの中でも、出遅れながら、すぐ先端に取り付いて、最後はすごい足で追い込んできてくれましたんで、やっぱ力は、見せれたかなと思っています。で、まあ、中間も、ゲート練習の方をしっかり行いまして、いいスタートが切れるように、一応調教の方はしています。まあ、負けはしましたけれども、相当、まあ、力は見せ、内容だったんじゃないかなと思うんですけど。そうですね。1600メートル、あと左回りっていう苦手な部分を馬がすごい克服してくれましたし、最後の末脚は目を光るものがありましたので、すごい存分に力を見せてくれたと思います。まあ、今回ですけれども、またコースが変わって、船橋、競馬場ということになりますけれども、この点についてはどうでしょうか？そうですね。そこが一番大きな、まあ、課題といいますか、小回りのコーナー4つの1600メートル、今にとってはすごいちょっと忙しくなるかもしれませんけど、まあ、そしたらこなしてくれるんじゃないかと思いまして、出走させる、頑張ってほしいです。見通しのようなものを教えていただけますか？そうですね。まあ、さすがに G1 に出てくるメンバーたちなので、威張って、ね、いけるっていうわけではないと思うんですけど、まあ、この馬が、しっかり、最初から、まあ、ペースも、コーナーも、小回りも、こなしてくれると思いますんで、もう期待しかしています。はい。まあ、最後になりますけれども、抱負を、よろしくお願いします。はい。レースまでまだあと1週間ありますし、まあ、日曜日また1本終えるんで、さらに動ける体制にはなると思います。まず、とりあえず、無事出走、レースに出走させるということと、なお、より良い結果が得れるように、厩舎一同頑張ってまいりますので、応援の方、よろしくお願いします。